Hello.How are you doing? え今回は私は退屈だを英語で何というかをやってみたいと思います。え英語で私は退屈だ。I am bored.I am bored. と言います。じゃあ、Please repeat after me.I am bored.I am bored. I am bored. I am を短くして I'm bored。I'm bored。言えますか。I'm bored。Are you bored？退屈ですか。Yes I am。というふうに。言います。とても退屈だの時は I'm so bored。 I'm so bored という,ふうに言ってくださいで、えー、これはよく間違い間違うことなんですけれども「I'm bored」または「ゲット」の過去形「ガット」にして「I got bored」も退屈だという言い方なんですけれども、えー、決して「 I am boring というふうに、ボーリングですよね。あのスポーツっていうかあの、ゲームでやるボーリングではなくて、ボードにしてください。過去文詞ですねえ。ボーリングは別の言い方になります。例えば、うん、そうですね、その本はつまらない。 退屈だじゃなくてつまらない時にボーリングを使ってください。The book その本ですからそのですから The book is boring、えー。Bord と Boring は使い方が違います。退屈だが Bord つまらないが Boring になります。えー、皆さんお分かりになりましたでしょうかじゃあ 私は退屈だ。まあ、な何て言いますかそうです。I'm bored.I'm bored. 分かりましたでしょうか ?Please practice 練習してみてください。ではまた See you. Bye.